ラッキングパキュンカゼバベソン。本日の企画は地域別わらしめ長者、一番高価なものに変えられたやつが勝ち。チームに分かれてわらしべ長者をやっていきます。はい、ロッカーはるかチーム、はい、高田やじチーム、ケンゴカズチームの3チームで、はい、それぞれの地域に行って、まあ、ティッシュからわらしべ長者をスタートすると。はい、なるほど。ごめんね、ちょっと俺すごい気になるんだけどさ、隣の方誰？おお、確かに色変わったな。コータ色変わったな。新メンバーのコータ。新メンバーのクリアンだ。なんと、本日をもちまして、はい、赤卒業しました。やったー。色に影響とかってある？ありました、実は。スクワットの中で、色でね、統一して、なんかちょっと認知度を広めようっていう、なんか風習があるんだよね。みんな忘れてるかもしれないけど、そもそも俺が黄色になり始めたの、別に誰にも言ってないし、その後、急にコータが赤になった。で、はるかが、俺もともとはタンクトップで、そっから変えて青だからね。こっちが目立つと思ってね。まあちょっと今回詳しく企画の説明をしますと、街でもらえるもの変わるんじゃないかと思ったんですよ。高級な街、賑やかな街、田舎町とかね。まずヤジコタチーム、港区に行きます。はい、一番高い街です。はい、港区頑張ろう。これは楽しいです。何なんだろうな。次にハルカとターチームなんですけど、私たちは渋谷区ですね。ああ、若者の街だね。若者の街だね。なので寮行きたいかな。で、もう一チーム、僕とカズチームなんですけどね、東京ディスコ。ああ、なるほどね。まあ、いや、もちろんもちろん、ヤンキーが多い。おお、あ、ね、帰ってこないかもしんない。俺とケン君帰ってこない。まあ、ボコボコにされて逆だよ。じゃあ、皆さんそれぞれの街に繰り出してください。はい、はい、それではやっていきましょう。せーの、わー、スクワット。はい、ということで帰ってまいりました。はい、お疲れ。マジしんどくなかった？マジしんど、マジしんど。まあ、だからそれぞれね、いろんな思い苦労をしながら交換してきたと思いますけど、まあ、それでは早速発表の方に行きましょうか。はい、はい、じゃあ僕たちから行こうかな。はい、一番手、うん、原宿、渋谷組、渋谷区で行き着いた商品はこちらです。はい、ということで一組目、大物 YouTuber タクヤ、インディーズムービーさんが来てくれました。ありがとうございます。結構キモいのが、普通に俺昨日家行ってるんですよ。確かにね。昨日普通になんか俺が家行かせてくださいって言って、ね、家行って俺の方の撮影させていただいて、今日もう仲良しです。はい、ありがたい本当に。はい、ということで早速このティッシュと何か交換お願いします。まあ、そういうことですよね。はい、オッケーです。オッケー、今日いっぱい持ってます。あ、期待ですね。いや、めっちゃ期待できるよ。10円、20円、30円。なるほど。うん、オッケー。オッケーすんなよ。するんすか？米ドットの後輩の大吉。うまい。これでいきます。これでいこう。バズるな、これ。いけるね。コムドットの後輩の大吉、元4人乗りのタクヤインディーズムービーの大吉付きの3本だから。もしかしたらね。大きいのやめましょうか。いや、まあ、いきます。はい、こちらです。何？いや、おい、エッグね。昨日俺らがあげたやつ。あ、そうなの。男行けばワンチャン、ワンチャンあるね。交換お願いします。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、タクヤインディーズムービーも概要欄から貼ってありますので、そちらもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもー。コンペイトで公開しましょう。ありがとうございます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 。じゃあすいません、回します。みんなこっち、みんなこっち、めっちゃおもろいんだけど。はい、ということで女子高生に来ていただきました。すごい。いやー、元気がある。わらしべ長者でここまで、はい、香水まで行ったんですけど、はい、ここから何か変えてくれないかなって。あー、はい、これはどうですか？マジ大丈夫。ちなみにこれは何？これはヘアオイル。ヘアオイル、ヘアオイル。 JK が使ってる。すごい。 JK すごいもんね。チーカワ、チーカワ、こちらと交換で。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ということで JK の皆さんでした。ありがとうございました。すごい。6組目に来てもらいました。すごい。今持ってるのが現役 JK ギャルからもらったヘアオイルとマスコットキャラクターですね。それと
何か交換していただきたいんですけれども、何かありますか？今日僕試合行ってきたんですよ。おーおー、その時に買ったジャイアンツの小林誠司選手のタオルを。マジ新品もらっちゃっていいの？大丈夫です。えぐくない？えぐいよ。じゃあお願いします。お願いします、はい、ありがとうございます。すごい。えぇー、すごい。これ新品の新品で、マジで、はい、ターンの実家から持ってきたとこじゃない？今日試合で、はい、ちょうど今日買ったばっかでみたいな。えぇー、すごい。政治のぬくもりなんだけど、政治っていうのは言い方違う。政治だよ。これだいたい相場いくらぐらい？相場2400円ぐらい。あ、高い。あ、すごい。すごい。高い。すごい。これなんか吉野家のタオルかと思ったよね。確かに。ジャイアンツ知らない人から知らない。そう。まあ、僕たちはそんな感じ。いや、すごい。すごいわ。結構話が前だって。じゃあ続きまして、八王子市でわらしべ長者をした商品がこちらです。はい、ということで一組目の方行ってもらいました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらのティッシュ、いいものに交換できないかなっていう景品なんですけど、はい、ミルージュと。ミルージュ、ありがとうございます。こちらあげます。ぬるっ、腹壊しそう。タレコマス1時間前くらい、1時間前くらいのミルージュ。1人目の方ミルージュでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、2組目の方に来ていただきました。怖い。抜けない。めっちゃ怖がられと。逆にちょっと気まずい。陰キャなのバレる。マジで。でもこれぞちょっと八王子っていうちょっとね、はい、雰囲気の方に来ていただいたんですけども、わらしべ長者っていうものやってまして、今回僕らがちょっと出すものが、はい、こちらのヤクルト。すいません、本当にこれしか用意できません。ちなみにどこで入手したと思います？パチ屋。正解。絶対みんな持っとう。パチだこれ。みんな持っとうこれ。いやでも、なんだろうな。財布。え、財布で現金。マジいいっす。まさかの、まさかの現金と見せかけて。いや、ゴムやん。え、ゴムはゴムじゃないですか。これ、はい、ゴムじゃないんですよ。なんすかこれ。これ、おしぼりなんですよ。え、女の子にこれ見せて聞かれたと思ったら、え、何考えてんの、これおしぼりだよってできるっていう、うわ、おもろいアイテムなんですよね。これとこれ交換で、はい、すいません、はい、うわ、ありがとうございます。相当に飲みたかったんですよね。マジですか。ありがとうございます。助かります。気をつけてよ。3時間乳酸菌外に置いてたやつなんで。ああ、助かってください。ちょっと危ないっすね。下台代わりにします。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、はい、3組目こちらの方々です。どうぞ、はい、もう完璧だし、頑張ってよかった。もう八王子のギャル。うん、呼んじゃった。もうほらほら出た、おられたギャルポーズ。わらしべ長者ですね。僕らがちょっと物をあげるんで、いらないもの何でもいいんですけど。どうしよう、なんかある？食べかけの何？食べかけの何？ラスト1個残ってる人参。普通ならいらないよ。普通ならいらないよ。うん、美女の食いかけだからね。そうだよ、普通だったらこれブチ切れてるよ。だけど美女のだから。今ちょっと僕らが持っているものこちらです。はい。これ何ですかね。肉うどんこ。おしぼりなんですけど。はい。あ、そうなんだ、おしぼりなんだ。頑張ってなんか反対から読んでたけど、うん、あ、おしぼりっす。おしぼりなんですけど、はい、すいません、面白かった、これ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ交換できました。ありがとうございます。はい、すいません。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで4組目の方に来ていただきました。いや、ありがとうございます。いかちい、いかついね。え、文官なら俺に言え。お前ダサいよ。やっちゃいます。あぶねえぞこれ。この前に交換した人はギャルの美女です。これです。あれ、え、なんすかこれ。トイレ拾ったニキビ跡隠しクリーム。じゃあ僕らがあげるものはこちらです。ギャルの食いかけのミンティアとガムです。すいません、はい、ありがとうございます。僕らがいただいたのはこちら、ニキビの、トイレで拾ったやつです。ありがとうございました。人の情報。なんと、はい、ニキビ跡が隠せるクリームになってます。おー、なるほど。これもらった人から聞くと、なんかその人のじゃない。え、そう、トイレで拾ったやつらしい。てか、なんなら多分ポケットティッシュの方が価値があるんじゃない。いや、なわけあるか。あるよ、使えるもん、ね、なんか誰かの落とし物なんかパクったみたいな。じゃあ使う、ここになんか傷当たるの。これ使えないよ。いらない。使わない。いらない。使う価値がないってこと。使う価値がない。ゼロね。言っちゃってるやん。じゃあゼロ円でーす。ゼロ円でーす。おめでとう。お疲れ様。後で交番に届けようか。田舎の話聞いてた。飽きた。まあそうやな、うん、だって俺ら
港区だもん。なんかもう本当くだらないもんだけど発表させてもらうわ。くだらないもんね。正直くだらないならいいや。すげえ。あげようと思ったのにな、一人だけ。何を？いいよ、俺らで山分けしないだろ。あげよう。山分け、山分け。待って、さすがにくれるなら、さすがに聞きたい。じゃあ、はるかだけね。うん、それは聞きたい。はるかだけには。はるかだけね。僕たちが港区でわらしべ長者した商品がこちらです。もう何でも、まあ、多分これが今最低なんで。最高だと思う。最高だ。すごい。テレビでもよく出てる店の。へえ。ドリンク2名だと2名分もらえる。あ、そうなの。え、いいですか。じゃあそれとこれ交換で。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ちょっと僕らまだずっとうろちょろしてると思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ワインとかビールとかのグラス2杯までいけるみたいな。それはいいんですか。いいよ。山盛り的なものなんですけど、会員になるんで。え、大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあこちらで。会員してください。ありがとうございます。ありがとうございます。これでまたちょっと交換しちゃうんですけど、お預かりします。あとお土産とかに。いやー、申し訳ない。えー、いいですか。ありがとうございます。またやつ。いや、だって多分今さっき買われたっすね。ね、ちょっと申し訳ないです。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。一応今港区でどれだけのものになるのかっていうので、じゃ港区内でだけ交換するっていうのでやってるんですけど。使えるかわかんないけど、ライライ系のゴールド券を一ヶ月無料分3枚。すごっ。これで1ヶ月分無料なんで、はい、で3ヶ月分マジですか。マジですか。 2.8 ヶ月分くらいの、これ交換でいいですか。いいですか。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、焼き肉好きだ。ありがとうございます。ライライ亭のポイントカードを、はい、なんと、うん、この3枚でライライ亭3ヶ月食べ放題っていう。だいたい1杯700円だから、まあ、前に行っちゃったてだったら月2万円かける3の6万円です。そう、価値で言ったら。ちょっといいですか。どうした、はいはい、今裏見たんですけど、うん、おやつ様のお名前が書いてあるんですけど、はい、その下に、ね、はい、無料パスの作成に伴い顔写真と身分証明の提示が必要になりますって書いてあるんですけど、はい、これこの方と同一人物とかじゃなきゃ食えないんじゃない。なんだ無料じゃん。なんだなんだ。ほらデビル無料。ただの髪切りだよ。ただの髪切りを握りしめて帰ってきました。もう俺ラーメン食わないから。そうなんだ。ラーメン嫌いだもんな。いや俺普通にゴールドが嫌い。じゃあみんなで最後指さす。ああ、この6人で投票する。ああ、はい、投票しようか。ああ、いいね。この中で一番価値があると思うものせーので指さしてくれましょう。はい、はい、いきます。はい、せーの。はい、ということで今回の勝者渋谷区チーム。勝て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 。スクワッドスクワッド、チャンネル登録よろしくね。